皆さんこんにちは、表現者クライテリオン編集長の藤井聡でございます。京都大学の私の研究室からお届けしております。本日はですね、表現者クライテリオンが始まりまして、もう2年半が経ったんですけども、その中で2回目の別冊クライテリオンの発行についてのお知らせであります。前回ですね、1年半前にですね、消費税問題に関しまして、これは日本の大変な危機だということで、消費増税を凍結せよという別冊を出させていただいたわけでありますけども、まあ、それよりもさらに巨大な危機として、今コロナ禍が日本経済、日本社会も破壊してしまっているところがありますから、このコロナの問題、これをどう乗り越えるかという危機についてですね、別冊クライテリオンを編纂し緊急出版させていただいたということであります。今日はこの緊急出版の別冊クライテリオンについてご紹介したいと思うんですけど、タイトルはコロナから日常を取り戻すであります。コロナはですね、まず感染症として我々の健康、生命、そういったものの被害をもたらしているわけでありますけども、実は社会全体に対する被害としてはですね、そういう感染症としての純粋な医学的な被害のみならずですね、経済的、社会的、文化的、芸術的、まあそういった健康以外のですね、我々の社会全体がですね、まあ、自粛、しかもこれ我々これ過剰なと考えているわけでありますけども、この過剰な自粛によって社会が大変壊されてしまってて、でこれ経済被害ももたらしているんですけど、我々の暮らしそのもの、日常が破壊されてですね、精神も非常に危機的な状況になっているというのが我々のこの別冊クライテリオンを出した趣旨であります。で、そういったコロナによってですね、社会が壊れてしまっている、で我々の日常が奪われている、この日常、その状況からコロナから取り返すんだという意図で書かれたものであります。で、この本はですね、もう丸々一冊、コロナのことが書かれています。まず最初にですね、私はこの反自粛のすすめ、というものを最初に紹介しています。で、この反自粛というのはですね、まあ、自粛じゃなくて、やりすぎな自粛がありますから、ほとんどもう、やらんでもええような自粛も全部、とりあえずやってしもってて、とりあえず念のため自粛しとこういうことになってたわけですけど、実際危ないのは飲み会、それか、まあ、キャバクラとかね、そういうところの飲み会、大声の食事会、で、大勢の食事会、もうこれが非常に危ないんだから、これをしっかりと守る。そこで注意をする。さらにですね、高齢者の方、これ基礎疾患のある方、こういった方が重症化、死亡のリスクが高いということですから、こういった方々をお守りする。あとはですね、若者に関してこう目、鼻、口、特にこう唇とかですね、鼻の穴の周辺とか、これ触らなければですね、リスク、感染のリスクが非常に小さくなるということですから、まあそういったことをしっかり守る。こういったところでですね、危ないものをしっかりと回避、対策を行ってですね、一般的な通常の通勤のバスとか、通勤の電車とか、それから普通の映画の鑑賞とか、そういったものはある程度、マスクをするとかって、少し気を使うだけで感染リスクをほぼほぼゼロ、感染期間8割減できる、こういったものを反自粛とこう呼んでいるわけでありますけど、こういった反自粛をしっかりやっていくことが必要だということを冒頭でお話ししております。で、この反自粛をやるだけではですね、これ経済がボロボロになります。そもそもですね、消費税 10% で日本経済ボロボロになってますし、反自粛って言って自粛ある程度してますが、それでも経済はダメになってますし、で、仮にですね、経済が普通に経済活動をやってたとしても、もう世界大恐慌の状況にあるわけですから、リーマンショック級以上のものが来てるわけですし、インバウンドも来ないということがありますから、普通に我々が経済活動、食事とか、その飲み会とか普通にじゃんじゃんやっていたとしても、日本は大不況の状況でありますから、反自粛プラス徹底的な財政政策、これをやるべきだというのがこの本全体で申し上げたいことであります。で、その財政政策に関して様々に論じておりますけども、やっぱり一番強く論じていただいているのがですね、安藤博先生が、自由民主党の安藤博先生がご寄稿いただいてお話をされています。で、さらにですね、このコロナによって潰されているのは経済だけではなくてですね、我々の精神とか社会が壊されている、ここの部分をですね、動物学者の上野先生、京都大学の霊長類研ので研究をされて学位を取られた上野先生に、2メートルのソーシャルディスタンスが社会崩壊を導くと、この猿としての我々人間がですね、2メートル常に、取れと言われることがどれだけ我々の暮らしをダメにして精神をダメにしているのかということを動物学の視点からお話をいただいています。それから京都大学のウイルス学の宮沢先生から、このウイルス化は人災であると、
これなぜ人災かというとですね、結局はですね、もう過剰な自粛をすることで、これでいろんな社会が壊れてしまっているということで、コロナ禍根のコロナ禍そのものはですね、これも人災そのものじゃない。で、しかもこれを導いたのが、もう全くちぐはぐな感染症対策で、専門家の皆さん方のちぐはぐな対応と政治家のちぐはぐな対応によって、どん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 被害が広がっているという様を宮沢先生にもお話をいただいています。さらにですね、コロナ以後の大暴動時代ということで、今やもう本当に中国も大変なことになってますし、アメリカも暴動が行ってますし、進んでおりますし、もうコロナによって世界の歴史が大きく変わろうとしています。これを政治学の瀬先生にですね、九州大学の瀬先生を交えた討論会を行ってですね、コロナ以後の大暴動時代を徹底的に論じております。で、さらにですね、この与那覇先生にですね、どれだけ日本社会が自粛によって壊されているのかというお話がある一方で、木村盛夫先生にどうやれば経済を止めずに、高齢者を守れるのかということについての、これは感染症学の観点からのお話。さらに、精神科医の和田秀樹先生からはですね、日本人の新型コロナ、日本人の異常性が浮き彫りになるステイホームと新しい生活、この精神科医の目から見てですね、今の日本というのはほとんどもう精神的な異常をきたしているような状況じゃないかという論文をご寄稿いただいております。さらにですね、現場の医師の方から、新型コロナ指定感染症解除を検討せよということで、現場の医師の立場からすると、これはもう指定感染症にする意味がどんだけあるんだということを、実際にコロナの最前線で戦っておられた方の情報をいろいろとお持ちの現場の医師からお話をいただいているところであります。で、さらに今も大変売れて、なかなか本を買うことが難しくなって、ペストのお話もですね、これも徹底的な座談会でお話をしております。で、その他ですね、様々なのデータの検証、我々がやっております比率で求めた速度、加速度、こういったものの分析によると、8割自粛のはるか以前に、水際対策だけでコロナは実は感染症は収束に向かってたんだというような科学的なデータをご紹介したりとかですね、そういった格好でですね、このコロナ禍というものを経済の視点から、それから精神の視点から、それから動物学の視点から、さまざまな格好でこのコロナ禍の構造をこう映し出すと同時に、そこからどうやって立ち直っていけばいいのかということをですね、文学の視点だとか、ウイルス学の視点だとか、感染症学の視点だとか、精神科医の視点だとかから、もう徹底的にもうこの丸々一冊論じ切っておりますので、もうこのコロナ禍から日常を取り戻す、もうコロナでも大変困ったなと思ってらっしゃる方は、ぜひこれをお読みいただいて、もうどうやってコロナから日常を取り戻すのかって、その方法をしっかりと考えていただきたいと思います。折しもですね、もう連日100人超え、東京で100人超え、200人超え、もう今日はもうだから最大の200何十人超えということになっておりますけども、そういったことにこううろたえずに、正しく恐れた上で、決して軽視するという意味ではなくて、正しく恐れた上で、一体いかにすればこのコロナと共に生きながらですね、日常を取り戻して、被害を最小化していくことができるのかということを、徹底的に様々な論者に戻って、論じ尽くした一冊でございます。ぜひ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 、コロナから日常を取り戻す別冊クライテリオをお読みください。以上、編集長からのご紹介でございました。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。